海と日本。ここは熊本学園大学附属高等学校。サイエンス部の生徒たちが2年前から取り組んでいるのはマイクロプラスチックの研究。有明海に面する海岸で砂を採取し、その中に含まれるマイクロプラスチックの量や成分を調べました。砂からプラスチックと思われるものを分離したりとか、分離したプラスチックと思われるものだから、それが本当にプラスチックがあるのかどうかっていうところの成分特定を行っておりました。プラスチックかどうかを確認するため、さまざまな実験や分析を行った生徒たち。研究内容は去年開かれたマリンチャレンジプログラムで発表しました。この研究テーマは後輩に引き継がれ、現在魚の内臓に含まれるマイクロプラスチックの調査が進められています。研究に取り組む生徒はその思いについて。有明海の砂からそのマイクロプラスチックが多種発見されたことから、普段私たちが生活して食している魚にもプラスチックがあるんだっていう危機感と、何か行動を起こしていかないといけないなっていう感じには思いました。私がやろうって言ったわけじゃなくて、本人たちからやりたいっていうふうに言ってくれたので、自分たちでいろいろ考えて環境問題とか解決しようと動いてくれたこと、本当すごいことだなって思います。これからも環境を守っていくぞ。おー、海と日本。